2015年のフィギュアスケートグランプリシリーズ2週目はカナダ大会です。これからまさにエキシビションが行われようとしています。舞台はカナダレスブリッジです。羽生の姿が見えました。ショート出遅れからフリーでは見事な演技で2位に入りました。さらに女子では永井優香も見事にこのグランプリシリーズのデビューで表彰台、男子村上大輔も3位に入っています。その永井の姿も見えました。今ちょうどオープニングセレモニーという形でこのエキシビションに出演する選手たちが続々とリンクに入ってきているところです。このカナダ大会のエキシビション解説は八木沼純子さんです。よろしくお願いします。まあ、八木沼さん、はい、この大会もですね、男子羽生村上、そして女子は永井と3人が表彰台というね、素晴らしい成績になりましたね。本当ですね、いい演技でした。はい、はい、あ、そして今パトリックちゃんが大歓声に迎えられましたが、まあ羽生がねショート出遅れてどうなってしまうんだろうと一瞬思ったんですが、はい、どんな印象でしたか？そうですね、はい、でも調子は悪くなさそうでしたので、まあ、ちょっとなかなか自分の中でのこう本当に細かい繊細なタイミングのところだったり、はい、うん、そういったところがうまくこう歯車が合わなかったのかなと。なるほど。ただそこでやはりすぐパッとこう切り替えて、あのフリーにつなげたというところは、はい、やはりさすが羽生選手だなと。そうでしたね、はい、そしてあの男子では、ね、村上大輔も表彰台見事3位だったんですが、ちょっとこれはあの残念なニュースなんですが、村上大輔が体調不良ということでこのエキシビションは欠場ということになりました。ね、はい、まあ、少しこう下痢や嘔吐があるという、ね、ことなんですけれども、まあ、あの演技の方ではそういうことは全く感じさせませんでしたからね。本当ですね。しかもあの、この試合ショートとフリーといい演技を合わせられたというのは村上選手にとってとても大きなことだったと思いますね、はい、そうですね、まあ、村上ももう2週後に、ね、フランス大会がありますので、まあ、まずはここは、ね、しっかり直してほしいなというところがありますね。さあ今オープニングセレモニーが終わって選手たちがリンクを後にしていきます。さあ羽生が今これから出てこようというところです。それも天と地の役員と、ね、東日本大震災の鎮魂曲を演じるわけです。ムーアタワーズマリナロの2人、非常にこうパワフルで、はい、でも魅力的なペアのですよね、はい、技術も完成度も高いですし、昨シーズンは世界選手権に出場はならなかったんですが、今シーズンさらに楽しみです。さあ羽生結弦が登場しました。男子シングル2位、ショート6位から巻き返しました。このカナダ大会でもいろいろな羽生を見ることができましたが、このエキシビションではどんな表情を見せてくれるんでしょうか。東日本大震災の鎮魂曲、天と地のレクイエム、日本のピアニスト作曲家松尾康信さんの作品です。振り付けは宮本賢治さん。
見せます。自身も経験した震災、被災者の方への思い、そしてあの時のことを忘れてほしくないという世界へのメッセージもあります。羽生の胸にある強い思いが全身からこちらに伝わってきました。本当に八木さん、この、ね、プログラムというのはさらにこう羽生自身も思いの強いものですよね。そうですね、ちょっと思わず見入ってしまいましたけれども、はい、でもこの大会はフリーで3回の4回転を着氷して、はい、また次の大会がどういう風になってくるのか楽しみですね。そうですね、まあ、本当にあのショートの呆然とした表情、そしてフリーのあの陰陽師を演じて引き迫るような表情、そしてこのエキシビションでは震災の記憶、そして思い、いろいろなものが出てきました。羽生結弦、今シーズンのグランプリシリーズ自身の開幕戦、いきなり対決になったわけで、そのあたりも注目されたんですが、この後の羽生の今シーズンもますます楽しみになってきます。グランプリシリーズカナダ大会のエキシビション、まだまだ続いていきます。羽生結弦選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めてこのカナダ大会、今エキシビション滑られてどんなお気持ちですか？いや、やっと、まあ、全カテゴリーというか、しっかりと結果が出たんだなというような実感がエキシビションを滑ることによって感じられたのと、あとは自分自身すごく、まあ、フリーではしっかりと込められきれなかった思いだとか、またスケーティングだったりとか、そういうものを非常に重視して滑ることができたと思うので、まあ、その点ではちょっと何ですかね、進歩するきっかけになった試合だなと振り返ることができたと思います。今大会で言いますと、そのショート出遅れという中、羽生選手自身もちょっと今までにないタイプの失敗というところをおっしゃってましたけども、そこから立て直したというのは、これ大きな意味のある大会になりましたかね？どうですかね、やっぱり失敗があったからこそ、もしかしたら気合が入って気を引き締めてフリーに臨めた結果がこれだったのかもしれませんし、まあたられはないんですけれども、でもまずはこの失敗も含め、また課題もたくさん出ましたし、また課題が出たということは、まだまだ自分の限界じゃないと自分の中では感じられることができた試合だったと思うので、もっともっとその自分の限界を作らずにどんどんチャレンジしていきたいなと思いました。そしてこのエキシビション、羽生選手自身もかなり思い入れの強いプログラムだと思いますが。そうですね、海外でやるのはこれが初めてだったので、まあ、若干の緊張と若干の高揚感と、あとはとにかくその何ですかね、もちろんこのプログラム自体にはいろんな意味が込められてはいますけれども、ただ僕が滑ることによって何でもいいんで、何か心が動くような演技ができたらよかったなというふうに思って滑っていました。ありがとうございます。また次も素晴らしい演技期待しています。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあもうこれでフィナーレということでね、羽生の姿もまた見えました。いやこうしてライブでお伝えしてました。あっという間の2時間という感じがしますが、カナダ大会のエキシビション、まずは今男性スケーターが揃っています。シングルの選手はもちろんですが、ペアアイスダンスの選手からも男性のみがここに今集まっているという状態ですね。大歓声を浴びています。このフィナーレというのも非常にエキシビションの見どころではあります。各大会趣向を凝らしていますので、カナダ大会ではどんなフィナーレになるのか、そこもまた楽しみですよね。そうですよね。羽生結弦も本当にこのエキシビションが終わった後のインタビューも、印象的でした。何かまだまだ成長するきっかけになる大会になった、そんな風にこの大会を振り返っています。まあ、日本勢で言いますと、アメリカ大会では男子宇野、女子宮原、そしてこのカナダ大会では男子羽生村上、女子永井とそれぞれ表彰台に上がっています。今シーズンはデビューの選手、さらにはもう実績のある選手、どんなタイプの日本選手がまた今年も大活躍。さあ羽生が登場します。またこの大会では男子は川原選手にとっても、そうですよね、シニア参戦ということで、初めてのグランプリシリーズは本当にいい経験になったんじゃないかなと思いますね。はい、本人もねすごくこうフリーが終わって楽しかったというふうに振り返ってましたからね。また女子の村上選手にとっても、はい、悩めるところもあったとは思うんですけれども、はい、今シーズン戻ってきて一つ一つまた自分のカラーを出して、先の試合も頑張ってもらいたいなと思いますね。笑顔がとても印象的でしたしね。はい、まあ、来週は中国大会ですが、まあ、パトリック・チャンにはこの大会勝ちましたが、パトリック・チャン次フランス大会なんですが、はい、まあ、ここには宇野がいて、村上がいて、アメリカ大会チャンピオンのアーロンがいて、まあ、さらにロシアのコプテルも初戦を迎えるというね、男子の、まあ、女子ももちろんですが、ファイナル争いというのもかなり激しくなってきそうですね。本当ですね。フランス大会のチャンと宇野の対決戦も楽しみです。さあそして来週はね、中国大会改めてなんですが、リノさん、浅田真央選手に期待するところどんなところになりますか。そうですね、今シーズン、はい、まずそのグランプリシリーズ初戦ということで、浅田選手が思い描く演技をぜひショートもフリーも合わせて頑張ってもらいたいなと思いますね。うん、そうですね、とにかくね納得のいくいい形でのこのグランプリシリーズの復帰スタートを飾ってほしいなという思いは強いです。まあ、そして昨シーズンロシア大会を制した本郷も出てきますし、まあ、本当に毎週楽しみだなというところ、まあラジオノア、そしてパゴリレーというねロシア勢も登場します。まあ、男子では世界チャンピオンのねフェルナンデスも登場してくるということで、中国大会も非常に楽しみです。カナダ大会のエキシビションの模様、八木沼純子さんの解説でお送りをしてきました。八木沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まだ場内では華やかなフィナーレが続いています。羽生結弦にとっても大きな大会になりました。日本勢2大会連続男女ともに見事に表彰台、この後もますます楽しみなグランプリシリーズです。この放送は東京スター銀行の提供でお送りしました。